中日ドラゴンズ柳、球団に、査定が全てだ、と言われた模様。中日のエース、柳裕也投手が27日、名古屋球場内で契約更改交渉に臨み、今期の1億800万円からアップ提示を受けたが保留した。球団が僕という選手をどう思っているか知りたかった、と話した。柳は今期、4勝11敗と黒星が先行した。しかし防御率は2、44。つまり打線の援護に恵まれない試合が続いた。7月23日の広島戦以降、シーズン終了までの10試合は、いずれも登板時の援護が1点以下という惨状。バンテリン D では11試合に先発して0勝6敗、防御率2、64、と1勝もできなかった。極めつきは9月13日の広島戦で、9回まで無安打無得点投球ながら両軍無得点のまま降板。チームは延長の末に勝利したが、自身は白星をつかむことができなかった。球団には、査定が全てだ、と言われたという。だが柳は、査定の数字に現れない自分の気持ち、を主に訴えたと説明した。そして、誤解を生みたくないですが、と前置きして次のように話した。先発なら勝ちたいですし、どんな形でも勝てれば嬉しいですし、前に進める。そういった中で1年間苦しかったですが、よくやれたという自負はある。そういう話をしました。そんなことさすがに言うか？未だに勝ち負けの数で査定しとるんか、ほんまに昭和やな。逆に球団が気持ちで査定をねじ曲げたら問題やろ。加藤球団代表のありがたいお言葉、評価するが、1A ポイントにない。それを評価してほしいなら、和訳 FA を取ってくださいというのがこちらの主張。他球団は他球団。ドラゴンズはドラゴンズ。変更するとドラゴンズの査定が間違っていたことになる。和訳 FA を取ってください。さすが俺たちの加藤球団代表。楽天には負けてられないからな。加藤球団代表とかいう過根の中心地。加藤球団代表、選手には下交渉してる。小笠原、柳、初めて額を提示された。一体どっちが正しいんや？まさか下交渉って上がる下がるだけ伝えてるんか？末期の近鉄みたいなフロント。今年の柳は大したことない成績だから金額次第やな。勝ち負けで査定とかほんまに令和か？むしろ柳は勝ち負けじゃない部分を球団は評価して査定してくれたって言うとる。査定に不満はないようやぞ。査定が全てだと言われた。内容の部分は、見てもらっていると思う。そこには文句はない。もっと評価、してほしい、とかではない。加藤を追い出さなきゃドラゴンズに未来はない。中日は柳になんか恨みでもあんの？四玉数すら含まれてない査定が全てとか言われてもな。ノーノーは査定には言ってますか。実際 FA したらどれくらい行くんやろか3年5億は超える？来年 FA でここまで活躍したのに爆上げしないとかマジで何考えとるんや。メジャー行かないとしたら久しぶりに投手の大物 FA か。柳とか小笠原とか FA したら確実に競合になるようなやつには厳しい謎のチーム。柳が重賞するにはどうすればよかったのか。安楽の件に負けじと中日フロント巻き返しを分かってきたな。柳には気の毒だけど面白いからずっと不憫な野球人生でいてほしい。生涯中日は必須で。中日ドラゴンズ以外の11球団ならどこでも絶対もっと勝ててるし野球人生楽しかったと思う。柳とか他球団行ってもどうせこんな感じの成績だろ。フロントの、今年柳に我慢してもらえれば浮いたお金で中島中田山川全取りして来年援護してやれるんだ。という親心やぞ理解してやれ。どうせ柳は FA で横浜行きが確定してるし細かいことはどうでもいいだろう。柳って指標的には行くないよな今年は、